はめると何になるのそうね影響妄想って言って何かに影響されているって感じる妄想かなラジオやテレビや携帯電話に影響を受ける妄想加えてその影響で皮膚を触られる撫でられる電気が走るとか体に感じる幻覚を同時に起こすこともあるのレインは何かに触られてるって感じたことがあるって言ってたよね うん、妄想じゃなくてもセネストパチーって病気も実際あるしそうそれからレインは自分が自分でないような気がするって言ってたわねそれは虚無妄想といって自分が空虚で存在しない世界も存在しないと思う妄想にも当てはまるわこれは自己を過小評価することから来る妄想ね自己を過小評価 自分のことをなんてつまらない人間なんだとか悲観的に考えることよさっきの被害妄想も同じ種類の妄想なのいっぱい病気なんだ私まだあるわもういいよ「新規妄想」って言って自分に特別な病気があるって信じる妄想自分が病気だと思っちゃう病気なの本当は病気じゃないのに先生はね レインの問題の多くはこれじゃないかって思うの本当は病気じゃない病気そう自分に自信がなくてちょっとの不安が怖い夢と一緒になって病気って思い込んでる治るのそうよだって本当は病気じゃないものごめんね脅かしちゃってでもね中途半端な知識で考えると 精神医学はどううにでも取れちゃうのよ病気にできちゃうの大抵の人は本人や周りの人が普通に生活できなくて困ってお医者さんに来るから病気として治療するのその時にどうやって治したらいいかを判断するための基準でもあるのだからレインのように普通に生活できている人は病院に行かなかったら病気にはならないの。